今日もね、このシナジケーションクラブのですね、えー、スタジオで、えー、収録してんですけども、CFN のスクラシタ解説チャンネルのですね、えー、質問にお答えするコーナー中のもですね、<laughs> このスタジオを借りてやっていきたいと思います。えー、さて、あのスイフターさんね、の質問で家庭、まあ僕はね、再生エネルギーを考えるということで。 なんかね、今太陽光発電とかあのなんだん、ね、電気自動車とかあるけども、ね、トラックの上にさ太陽光発電つけてでそ,のその電気とあと自走する車の、ねえー、要するに、えー、オルタネーターで発電されたものって常にさあの余ってるんだよな。ここいつつをを蓄蓄電電池池けて、えー、走らせばこの蓄電池が 再生エネルギーで使えんじゃないのもねえあのなんかまだ評価されてないけど自動車会社ね例えばトヨタなんかさ「いやトヨタに持ってってよこれ僕,僕の話してあげて」ね、だってさあ今日産はね全部オールこので電池のさあれだけどあんなのさ電池で急速充電したって時間かかっちゃうじゃんでなんかモタモタしてるとさその、ね、電池だってほら劣化してくるだろうし性能落ちてくるよね。 でそうだったら別にさ走りながら充電した方がいいんじゃないのっていうことでまあ,あの僕はねあのハイブリッドの方がいいと思うんですよ。でトラックなんかはさ、まあ、ハイブリッドにしちゃってもかわないし要するに、えーね、その長距離走ってるとさオルタネーターの、ね、電力ってどん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 使ってるわけじゃんああの発生してるわけじゃんこれもったいないもんそこで止めちゃうの。だからそれを充電しておけば使えるよねっていうアイデアを出したの。 であとまあトラックステーションのは、ね、話もしたんだけどなんか他の方からトラックステーションありますよとあるんだけど今のねこのトラック主流のさ流通のことを考えると僕はね足りない気がするんだよね。何んでかというと高速道路走ってるとさもうトラックいっぱいに、ね、なっちゃってんじゃんでいうことを考えるとちょっとねあの劣悪なさ労働環境だからそれを改善するっていう面でも、まあ、トラックステーションをちゃんと作ってね でトラックのためのそのだけね、えー、その、えー、いっぱい車両入れないでトラックのさその休憩所みたいについたものを作ったら、ね、そこでその充電したものを回収してもいいしなんかさそういうふうな,なんか世界な、ね、こう全体的なさこう,うん、ね、まだまだ再生エネルギー、えー、あるはずなんだよ再生エネルギーってもうすでにあるやつなんだもんそれ使った方がいいよねって話をしたら。 えー、この家庭用の屋根につけるソーラーパネルと蓄電池の価格どれくらいでしょうかまあこれ多分この中で僕のの自宅の話したんだよねでその蓄電池は何日分くらいの容量があるんでしょうかなんですけどうんとねうん詳しい設備はどういうことかっていうとね,太陽光をつけるよね今まではこの太陽光は売電してたわけだけどうちはその売電じゃなくてあの自分で使えるために蓄電してんのよ。で その余ってきたらそれが売電になるんだけど基本的にはその蓄電が目的なのね。で大体ね屋根に上げたのが、あのー、100万台じゃないのであの蓄電池も、うん、当時ね90万ちょっとだったかな。でそれを今度その配電板をね分けるんだけど全部の、まあ、うちはちょっと大きいせいか。 配電盤全部はねこれれに変えられなかったんですよだから停電になって一番困るものをあの供給してもらおういうことで、えー、特にほらシャッターねガレージのシャッターさあれもうあれね一回停電になった時にあのチェーンでこうやって開けるんだけどさすげえ大変なんだよもうね、うん、二度とやりたくないで実際にもうねあの途中でもうあの例の計画停電の時にさ ちょうどはまっちゃって出かけるのにさ車出せないんだよさ、ね、あのガレージの中に、ね、4台も5台も車あるのに一台も出せない一応こないタクシー呼んでさ <laughs> バカみたいだよねなので一応そこはねあの一応えっと回線取ってもらってあとはあのーねえー、停電の時に困る冷蔵庫、ねえー、あとは冷凍庫、ねえー、あとは洗濯機あとはお風呂ね それとあとあリビングの電気とあとコンピューターの関係のコンセント類は全てその蓄電池になってるんですよ。でね一回それであのたまたまさ同じ回線であの、えー、と同時にそのうんなんだっけあれ炊飯器とさあ、ねえー、なんかこうゴミを、ね、乾燥させるやつとさ で一緒に合わせてあのねえっ、ー、とーほら、えー、掃除機、うん、を使ったらポンって飛んじゃってで結局それをねあのまたブレーカー付け替えてもらったんだけどまああのー、そおかげさまでその後さ <laughs> そのなんていうの、えー、とまだね停電がないんですよ。 もう本当に気が付かないくらいに切り替わってるんで、まあ、非常に良かったなというふうに思うわけだね。でたいねあの話によると蓄電で使えるそうですよだからあの結局その利用のさ問題じゃん。でやっぱりさあの停電で一番困ったのは風呂入れないっていうのがさ、ね、で風呂はさ最初のチカチカっていうだけつけば、ね、あとガスだから。 別にあの手電で風呂入るときにその、うん、湯を沸かすためのその、うん、着火だけなのでそんなに電力を食わないじゃん。であとはそのねガレージだけは一番食うけどもそれずっと開けて使用しないわけで、その時はもう開けたら開けっぱんでいいわけじゃん。あとあとはもうねなるべく電気を使わなければいいわけだよね。だからコストはね今だんだん下がってきてるんじゃないかな。うん、で。 あの僕はね最近思ってるのはあのキャンピングカー持ってるんですよでそのキャンピンピグカーはあの、まあ、本当の,、ね、そのうんキャンピングカーなんだけどどちらかというと寝泊まりが目的じゃなくて、えー、いわゆるみんなで宴会しながらさ移動できるっていうんで、ね、冷蔵庫とさあの、えー、電子レンジもついてるし、まあ、あとは室内灯も,、ね、もううんついてるしであとは暖房設備も要するに。 エンジン切っても暖房がたけるようになってるしっていうので、まあ、結構電化製品がくっついてんだよねでそこには太陽光パネルをつけてでやっぱり蓄電システムを入れてるんだけどもこれは素晴らしいね。あのていうのは、えー、皆さんもね車持ってれば分かるけどさ車放置とくとさバッテリー放電してエンジンジかかなくなくっちゃうんだよだけどこれはねもうあの屋外に止めてるからずっとほら太陽光でね蓄電されてんだよ。だから あのバッテリー一んないであの夜なんかもうーんとそうだねそのエンジン切って、えー、まあ,あその冷蔵庫もつけっぱなしで大丈夫だし、えー、あとはあ、ね、暖房を使っても大体丸一日くらい平気だねで丸一日平気なんだけどそ,その晴れの日が続けばまた充電されるんで意外に生活できちゃうなって思ったね。うんだからあの 性能だんだん良くなってきてさあのキャンピングカーの上にもねつけ,けられるようなものがあって今度新しくできたのはこのフィルム型のねあの太陽光の発電機ができたからあれさもうあとは蓄電ねあの例えばうんそのハイブリッドの車の、ね、電池だって結構性能良くてさあの走るようになるよね。 あれなんかもだから太陽光で充電しとけばさどんどんね充電されるわけでしょでそれをそのまんま、ね、家電につないでも逆に言うと蓄電池の代わりになるわけだから、まあ、これからのコストがそれが下がればね、まあ、今ほらあ,のあまりのねその、うん、理論が馬鹿げてるっていうかさ、ね、そのもうその、うん、ガソリン車なくすとかさあの騒ぐからもう今はねその、うん、産油国はさ反発して。 もうだったら、まあ、つ売らないようなってなっちゃうわけじゃん。で、そうするとさ、慌てるよね。で、今、太陽光とか、そういう自然エネルギー、あの、ね、風車だとか。あのね、ね、えー、太陽光とかやってるけど、それで全部賄えるわけないじゃん。で、結局、足んないからっつってさ、あの、天然ガス、まあ、これ中国がさ、一気に。天然ガス仕入れちゃったから、あの、ガスも値段が上がっちゃったし。もう、大変なことになるよね。で、燃料だってそうじゃん、これから3分になってくるよね。 で北海道なんか行ったらさもうあのほら道路のほ何て言うのねえそのういわゆる、えー、除雪車はさ大きな通りはねあのわーっとこねどけてくれるけどその散らばった結構もうねえそのうあれ、えー、雪をさ、ね、え誰かが片付けなきゃいけないよね。で結局駐車場にさその、ね、ヒーターつけてで雪とかすんで融雪設備っていうのかあれがついてるんだけど。 それいじゃんさ大変ですよ今年はだからもう家賃安い上にさ灯油代がかかるでしょそうするともうほんと慈善事業になっちゃうねみたいなことになるわけだからあの僕はねこのねこの各家庭でさうちみたいな仕組み作っちゃえばあの非常になんとかな消費電力少なくなるよねでそうすることによってさその工業的な 電力はあと車も、まあ、さっき言ったようにねこれトヨタがやったがいいと思うよ俺あのね、えー、低燃費でさハイブリッドでさで、ね、エンジンがもうかけられるんだもん、ね、いざっていう時はエンジンかけて走れるわけだし、ねあのおね、エンジンじゃない時は電気で走ってるわけだからさで逆に言うと僕はハイブリッドがいいと思うよでハイブリッドにすればってね あの発電できちゃうんんだもん、うん、やっぱりなんか僕は電気自動車買わない理由ってそこだよねなんかさあの遠く行けないじゃんでその一時その電気なくなったらどうするのってね出川っていうのあのねやつみたいに <laughs> 充電すいません貸してださいだってさ民間の家って借りるわけいかないだろう、うん、そうするとやっぱりさうんハイブリッドがいいんじゃないかなと思うよね例えばヨットなんかそうだねうちのが持ってるけどあれもハイブリッドじゃん ね、要するにエンジンジででも動くし風で動くくし風わけじゃんだからエンジン切っといて、ね、風でセーリングしてであちこち移動できるけどいざって時はさもう台風来たらエンジンついてるからそれでいけるわけけどエンジンなかったらダメだよねうんっていうふうにやっぱさあのリスク考えるとやっぱり僕は何だかんだ言ってさあの何うーん全てを、ね、再生可能エネルギーにするのは難しいんじゃないかなと思うんだよね。 だけどみんなでシェアすればあね多少ないともそういう世界ができてくるしあのなんだっけあいつえあの女の子ねグレだってやつグレてんであいつな全く <laughs> 子供のくせにうるせよっていうさ何そこまで言うかっていうさ、うん、何考えてんかわかんないけどさねあのね確かにそれはねあの 考え方の一つとして大事かもしれないけど押しつけちゃダメだよで社会っていうのは構造があるからねいろんな意味でだからそういう中で、ね、そのうまあ僕はこの、ね、地球の温暖化とか、ね、CO2 削減とか、ね、やる方法いくらでもあると思うんだよね逆に言うと CO2 削減をするんであれば発生を、ね、の問題よりも消去する方法っていうことを考えていけばいいんでしょう、ね、だから あ,のある意味ではその、ね、確かに化石燃料で発生する、ね、その温暖化の問題とかいろいろあるんだろうけどこれからの技術としてはそれを削除するとか、ね、いうような技術がこれからできてくると思うんですよ。うん、であれば、ねあのーまあうんね、地球温暖化温暖化って言って確かにさ夏は暑いけど今度冬寒いじゃんさ。ね、こでこれはさやっぱね行き過ぎると戻るんだよ。

これからのほらねあの、まあ、今年の夏間に合わなかったけど来年の夏はさあのほら太陽光でさ充電するそのなんかキャンピン,グキャン,プキャンプ用の用品あるじゃん10万円くらいするとねあの蓄電池使えてさ丸一日使えるって言ってんだよね本当かどうか分かんないけどでそれにね太陽光の充電をすればそこに充電されるわけだからうちのベンツにそのまま設備としてつけてさで太陽光は屋根につけちゃえばいいんでしょ でそれを充電しとけば、ね、あの例えばバッテリー上がることないだろうしあの結構快適にねあのドライブ楽しめるじゃんって思うんだよね。あのそれはねちょっと来年にやろうと思ってるから、まあ、その結果もね、えー、この番組であの、ねえー、また紹介しますけども、あのー、まあうちのとりあえず、あのーねまあ、キャンピングカーという名の、まあ、リムジンみたいな。 ね、コースターで作ったんだけどさ非常に快適ですよ。うん、あのそういうい車一台あっても面白いかもしれないね,、うん、なんかあねこれから先あの車でいろんなことが研究できるしもうすでにね太陽光ついてるし、うん、あとキャンプもね、まあ、キャンプというかキャンパー行ってないけど、あのーまあ、あ車の中で食事したりねみんなできるから、まあ、非常に良かったね。あの実際ほら この、ね、コロナでさ酒飲めないから頭くるからさ車店に横付けしてさ出前運んでもらって中でみんなでさ飲んだりできたけどね <laughs> まあ大人のくせに何するか分からないねっていうことでまああのぜひね自宅でねその太陽光とさ蓄電システムつけた方がいいですよ皆さんあのね皆さんがつければもっと安くなると思うよ、うん、どんどん普及されると思うんで、ね、また逆にさ まあさっきであれに太陽光のやつくっつけてさ蓄電自動にしといてでお風呂入る時にそれ持ってってさ外のコンセントつないでいけば電気あの多分ねお風呂沸かせてたりねできんじゃないの、うん、あとカンデラっていうのがね電気のさあれもうねそこで使えるようになるしさだから結構あの移動式の,あの充電器蓄電池もねあんだけの,、ね、そのハイパワーでさ使えるんだと。 面白いなと思うよね、うん、ちょっと今度変わってみますから、まあ、それもまたねどっかでこの番組で紹介していようと思ってますけども、まあ、あのだんだんねこの蓄電池に対する性能は上がる一方だからさあ、ね、あの今の考え方で、ね、その過去のことで今があるんだけど今の考えで将来的に見た方がいいよね。 うん、将来的に見たらどうなのっていうことを考えるとやっぱり、うんね、先進的な技術はさやっぱりこう取り入れていった方がいいんじゃないかなと思いますね。えー、ということであの家庭用の屋根につけるソーナーパネルと、ね、蓄電池、えー、あと配線とか配電板によるからねその家によって値段変わってるんじゃないの、うん、と思いますよ。うん、ぜひあの検討してみてもらえばいいんじゃないかなと思います。えー 参考になっ分かんないけどまたご質問あればですねこちらの方に下のコメント欄に書いていただければご質問に答えられるようにしたいと思いますそれではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています是非ですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね 押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。